じゃん。こんにちは。はい、さあもうシーズンももうそろそろ終わりということで、はい、この時期になると、まあ、1年間、まあ、シーズンの総評というか反省というか、はい、どんな年だったかということを振り返る動画が多くなってくるんですけれども、はい、今年のドラフトまでもう1ヶ月を切りました。ということで今日は2023年、去年のドラフト1位の選手たちの豊さんの総評をしていただこうと思います。反省会か。そうですね、こういった選手たち、ドラ1の選手活躍したねとか、あちょっと怪我で出られなかったねとか、でも期待したいねとか。トミー・ジョンが3人いるんだよな。多いですね、1年目で。まあ、しとけよもうみたいな。あのもうそれ込みで入ってたんですかね。どうなんかな、入ってすぐに。まあアマチュアの時はトミー・ジョンの手術代費用って出せないよね多分。そうですよね、学校側が。多分あのそうですね、球団側が払ってくれるんですよね。いや、まあ、入団したら、うん、球団が面倒見るけど、それまで我慢しといて、どうなんかな。いやでも、まあ、トミー・ジョンっていうのは決して悪い手術じゃないしね、はい、術後っていうのはさ、うん、まあ、リハビリとか経て、はい、うまくいけば自分が持ってるパフォーマンス以上のものが出てくるって言うから、うん、だからそれはもう一年棒に振ってもやるべきはやるべきなんだろうけども、ルーキーの年からやるってどれだけ使ってきたんやんっていう話やんな。そうですね、だからもったいないよね、なんかね、1年間もうこの若さで棒に振るっていうのはさ、うん、だからちょっと3人もいたっていうのが残念だったかなっていうのは。そうなんですよね、うん、まずその中日草加投手なんですけれども、トミー・ジョン手術で出場はなしということだったので、はい、これってもう織り込み済みで入ってあのドラフト1指名したのか。いやでも違うでしょやっぱり。それは分からなくて検査したらっていうことだったんですかね。なので、まあ、まあ、トミー・ジョンから行くとヤクルトの西舘も、はい、そうですね、トミー・ジョンでしょ、はい、もう全く一軍に登板なしというね、はい、でもう一人が阪神の下村、はい、下村投手、ね、トミー・ジョンの手術、はい、トート3人手、トミー・ジョン3人手あでそう、まあ、と TT ですね、トミー・ジョンもトートも、ね、戦国トートと言われてる中で、あ、まあ、投げてるから。あと山崎伊織投手もトミー・ジョンやってですよね、多分堀田健伸投手と同じぐらいの時期にやってて、桑田コーチがあれしてましたもんね、見てたというか、まあ、本来だったら受けなくてもいいような、うん、まあ、アマチュア時代を過ごし、はい、でプロで数年やって、まあ、トミー・ジョンって言ったら分かるんだけども、うん、やっぱかなりアマチュアの時から酷使されてるなっていうのが、ちょっとこれは問題は問題だよね。ちょっとそうですね、うん、やっぱこうね、ドラフト1なんて即戦力と思って取ってるわけだから、はい、まあ、高校生以外もね、うん、まあ、そうなっててトミー・ジョンって言ったらちょっとガクッとくるよね。確かにそうですね、うん、ファンにとっても球団にとっても、まあ、草加なんかはスタミナもあるし、うん、バンバン投げてくれるっていうのを想像してたけども、はい、だからちょっとがっかりやったな。そうですね、初年度からねちょっと活躍期待はしてたんですけどね、はいはい、さあ、日本ハムは細野投手、はい、2試合に出場して0勝0敗ということで、防御率が 3.86、まあ、そうだな、思ったほど力を感じなかったんだよ。アマチュア時代はもう本当に左の剛腕って言われてるピッチャーだっただけに、ものすごい期待したんだけど、やっぱコントロールをちょっと意識しすぎてんのかなっていう、うん、腕の振りが少し甘くなってんだよね、はい、そんなに振ってないというか、やっぱこう間違えちゃいけない、コントロールしなきゃいけないという、だから小さくまとまらなければいいなっていうようなことはちょっと感じたな。うん、豊さん的にはもっとあの時の豪快さというか剛腕さが欲しい。まあそうだな、ただ豪快さというかこうまとまりがなくなってくるとさ、自滅型になってくるから、はい、まあ、そこら辺を自分で嫌がったのかなっていうような、うん、でも腕を振らないと飯食えないよって、うん、まあ、伝えたいよね。豊さん的には今年もっと活躍すると思ってましたか。いや、まあだからそのどっちに転ぶんだろうなっていう、ハマればすごいけど、はい、はまらなかったらちょっと試行錯誤しながらっていうことになるだろうなってちょっと思ってたんだよね。うん、だからまあその後者の方になっちゃったな。来季以降、2年目以降はどうですかね、1軍で。まあそうだな、あの教育リーグとか、うん、まあ、いろんなところがあるから、はい、まあ、そこで腕をバンバン振れることだな、うん、まずはね、まずは、まあ、そこからのもう一度スタートになってくるんじゃないかな、うん、
さあ西武は武内投手、うん、大活躍ですけれども、ここまで20試合に登板して9勝6敗、防御率 2.29、 これはですね今現在防御率リーグ2位と、まあそうだな、ルーキーです。まあモイネルとはね、はい、ちょっと話されてるんだけども、うん、でも2位ということ、それと西武援護点がないんだよ、で竹内が投げた時の援護点って 1.9 いくつなんだ、2点ないんだギリギリ、はい、まあ、その中で9勝してるというね、うん、まあ完封した時、この前勝った時っていうのは点数取ってるから援護点が2点ちょっとになってる可能性はあるけども、はい、まあ、それにしても援護点がない中で、うん、よく頑張ったなと思うね。そうですね、うん、で、まあ、一時期は金村、はい、新人王とかね、うん、どうのこうのっていう話があった、小田島、あ、オリックスの、オリックスのね、はい、0.82 ぐらいかな、防御率がね、これとの競り合いがあったんだけども、これが今現在9勝で、10勝したらまあ竹内行くかなっていう、よく頑張ったなと思うよ。おお、新人取れるんじゃないかと。足がつらなかったらもう10勝してたと思うけど、ね、そうかそうかそうか、あ、いやでも大活躍ですよね、この西武の中で、まあ、ピッチャーで、まあとにかくね、うん、あの変化球全般、はい、どのボールに対しても勝負ができる、うん、まあ、これが一つの良さだよね、はい、だから絞りにくいピッチャーだよ、うん、あとはやっぱボールのキレ、角度、うんうん、まあ、そういういいものはたくさん持ってる、はい、うん、来季以降もこのままの調子というか、さらにどんどんステップアップして15勝とかどん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 積み重ねていけるピッチャー、そんなに狂わないピッチャーだよね、うんうん、だから10勝だったら10勝を平均的にずっとできるピッチャーかなっていう風に、うん、そんなに崩れることは波はないだろうなっていう、うん、だから特別この年は20勝したけど、はい、いや翌年は7、8勝に終わったとか、うん、そういう爆発力じゃなくて、なんかこう平均した安定感を出していけるような、うん、まあ、そういうピッチャーに見たけどね、そういうピッチャーに、はい、うん、続いて巨人の西舘投手です、はい、27試合に登板して1勝3敗19ホールドで防御率は 4.23、うん、まあ、最後の方は1回ちょっと先発に回って、今また2軍で調整ということなんですけど、プロのコースは知ったよね、多分、うんうん、プロのコースを知ったっていうのは、最初慣れてないうちはなかなかこう中継ぎに入って打たれたんだけども、慣れてきて球筋が見えるようになってきたら、うん、やっぱ打たれるでしょ。やっぱね、それは自分に欠陥があったんだよね、うん、その欠陥というのは自分も知ってて、はい、どうしても早いんだよ開きが、うん、これはアマチュアの時だったら、あの150キロを超すまっすぐと、まあ、スライダーだとかあのクイックモーションでごまかしはできたと思うんだけど、やっぱプロは大したもんだな、ごまかせられないもんな、打ってきますもんね、打ってくるからな、だからまあそこら辺の壁にぶち当たったことは確かだけども、はい、でもこの肩の開き、投げる時にパッとボールを見せる、この癖がなくなったとしたら、うん、まあ、勝てるピッチャーにはなると思う、うん、これ来シーズンは豊さん的にどうなんですか、先発なんですか、それとも中継ぎなんですか。やっぱ先発で使ってあげた方がいいな、うん、うん、まあ、ジャイアンツの、まあ、台所事情っていうのは、はい、ある程度中継ぎは投げるピッチャーっていうのが出来上がってきたもんね、はい、だからやっぱどうしても手薄っていうのは、まあ、手薄でもないけど、まあ、1枚もしくは2枚ぐらい、うん、まだチャンスはある、はい、だからまあそこに食い込めたらいいよな、西田さん。来シーズンはこの先発ローテに入ってるのは豊さんは見たいな、入らなきゃダメだな、うん、うん、ただどうなんですか、阿部監督がもう一回中継ぎで来シーズンも行かせようと思うのか。おそらくフォームが固まらないと上でも投げれないと思うんだけど、うん、固まって適性がどっちにあるかによって阿部監督がこう決めるんじゃないか、そこは見てから、それは見てからだよね、うん、治ってから、うん、豊さん的には西舘投手、ルーキー1年目、ドラフト1位で入ってきて、何点ぐらいでしたか。40点だな。まだまだ本来もっとも出せるものがあったと。まあまあそうだね。うん、ちょっとがっかりした。少し。うん、さあ楽天、